なたはネットをご覧になられてないのでしょうか。競泳日本代表トビウオジャパンのエースである池江璃花子選手、18歳の女子高生スイマーだけではなく、もう世界が注目するスーパーエース。彼女がツイッターで白血病になっちゃったと発表しました。一日も早く回復してくれなどとは言いません。彼女が笑顔で過ごせる日々を取り戻す、ただそれだけを祈っております。このことを記者に問われたオリンピック担当の桜田大臣、あのサイバーセキュリティも担当していて、パソコン使わないという究極のサイバーセキュリティ方法を日本中にドドーンと示したあの桜田大臣、彼ががっかりしたと発言したということで世間は大騒ぎ。概要を述べれば、18歳の JK スイマー、東京五輪でのメダルもかかってた、メダルも期待されていた。とはいえ、病気にかかった彼女に対してがっかりとは何事だという批判。国会でも追及され、謝罪し発言を撤回しました。さらに、こんな人たち野党どもは辞任だと執拗にネチネチと攻撃を繰り返しております。一見、桜田大臣のがっかり発言については、その批判はごもっともかなとネット民は早い段階でざわわ拡散されていて、むしろ桜田大臣の発言問題なくねとなっておりました。後に産経新聞はこの桜田発言について全文をウェブ上で公開しております。それによれば、普段のがっかり発言というのは記者からの競泳の中ではですねみたいな質問、これに本当にそう、金メダル候補ですからね、日本が本当に期待している選手ですからね、本当にがっかりしております、やはり早く治療に専念していただいて頑張っていただきたい、また元気な姿を見たいですよ、そうですね、と。この場合のがっかりというのは日本国民のメダルへの期待に対するがっかりで、間違っても池江選手の病気をがっかりだとは言っていない。さらに桜田大臣は記者の質問の最初の段階から池江選手の体調を心配していて、何度も治療に専念して治療を最優先してと繰り返しております。つまりいつものマスコミのがっかりだけを切り取ってそれ以外の部分を報道しない自由をやっていただけのことなので、ネット民はまたかよとざわわ。ところが、この桜田大臣の発言の報道を見ているとマスコミの潮目というものが変わってきている。別の言葉にすれば作戦変更をしているのではないかという疑惑がズブ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 。それはマスコミというのがもうネットでこのように検証されるということにようやく気づいたのか、とりあえず全文報じてますというアリバイ作りをしているんです。例えば2月14日切り取り捏造変更報道で定評のある TBS、 この TBS の朝の朝ちゃん、お昼の昼帯、こうして見るとすんごいベタな名前なんですね。まあともかくこの2つの番組では一応全文その動画とともに報じていました。まあ結局ね、全部報じた後桜田大臣を任命した安倍のバーカーみたいなオチになるんですが、それでも一応ディレインと全部放送していました。とはまたね、切り取ったとか言われないためのアリバイ作りかなと思うのは、結局テロップで桜田大臣の発言に問題があるよみたいな印象操作をしてましたし、やはり結論は安倍のバーカー。さらにここで彼らのマスコミのテレビのある種の思惑というものが確認できました。桜田大臣のやり取りを全て伝えた広尾、テロップとかコメントとかで印象操作して安倍のバーカと言った後の話ですが、政治アナリストの伊藤敦夫さん、彼はこんなことを述べておりました。言葉を切り取りネットで拡散された、怖いなって思っただって。事の経過はすでに述べた通り、ネットの方ではむしろ問題ないんじゃないのという意味ではネットで広がったのは本当。しかし伊藤さんの発言の文脈から見て、ネットでがっかりというものが広まって大騒ぎになったと解釈すべきでしょう。それでは伊藤敦夫さんの発言をファクトチェック。朝日新聞出身の古田大輔さんが創刊編集長を務めるバズフィードニュース、吉川圭さんという方が2月13日に寄稿した記事にはこうあります。 NHK などによると12日、桜田氏は以下のように発言したという。
金メダル候補で日本が本当に期待している選手なのでがっかりしている。早く治療に専念して頑張ってもらいたい。また元気な姿を見たい。一人リードする選手がいるとみんなつられて全体が盛り上がるので、その盛り上がりが若干下火にならないかを心配している。この発言に対してネット上ではコメントがひどすぎる、人としてありえないといった批判が広がった。だそうです。政治アナリストの伊藤敦夫さん、最初に切り取ったのはNHK ネットではなくマスコミのそちら側のあなたたちです。伊藤さん、もうバレてんですよ。もしかしてですよ、政治アナリストの伊藤敦夫さん、あなたはネットをご覧になられてないのでしょうか。最近この手のネット悪玉論、全ての悪さはネットで始まったというのがデデーンとテレビ界隈で拡散されております。皆様大好き玉川徹さんが解説を務めるテレビ朝日モーニングショーで、この日2月14日です。焼肉食べ放題のお店でむちゃくちゃやったね、客がいて、これがやっぱりネットでドドーンと拡散されちゃって、これもね、ネットがなければとか言ってるんですが、昔からね、こう右手がクルクルしちゃうような、こうストレッチ運動をしちゃうような人たちというのはいて、でそれネットがあったからうんぬんではなく、ネットが悪いんじゃなくて悪いやつが悪いんですよ。ところがテレビの皆さんは近頃どうもね、ネットは怖いよというキャンペーンをやっております。そして今時テレビをねじーっと見ている人たちというのはネットをあまり見ない傾向がございます。すると、どうせよテレビしか見てねえんだからよ、情報ほら俺たちに都合のいい情報だけ流そうぜって、それね大本営発表といって、さっきの対戦で日本がねやんばい状況になってるのに勝った勝ったって大騒ぎしたそれと同じです。さて国会ではこの桜大臣の全文聞けば大した問題でもない発言について辞任しろなんつってね迫っております。南国のムン・ヒサン議長による天皇謝れよみたいなね、とんでもない発言とか、韓国海軍駆逐艦におけるロックオンレーダー照射事件とか、もっとねやらなきゃならないことがたくさんある、たくさんあるのに、セグレでやめろよだって、むしろね特定野党のこんな人たちの皆さんが南国についてシーとやっているようにも見えます。なんかね、国民のことなんかどうでもよくって、自分たちの政治アピールしかこんな人たち野党というのはやってないように私には見えます。南国のことだけではなく、この桜田発言について、今無所属で、まあ、立憲民主党の会派、まあ、平たく言うと元民主党の寺田学議員、彼はご自身のご母堂、お母ちゃんが白血病で闘病していたとかっていうことを持ち出して、人として許せねえみたいな追及を、批判を、非難を桜田大臣にぶつけておりました。桜田大臣はすでに謝罪して訂正しているにもかかわらずやめろ、これもまたどこかの国にそっくりなのですが、そのお母さんの辛い闘病を見ていて、よくこの問題をこう大騒ぎできるのかなと私は首をひねりました。というのは、この発言を執拗に繰り返すことによって、当の池江選手にしろ、また同じ病気、同じ病で戦う患者さん、またそのご家族がどのように思うのかと私が考えてしまうのは、もう今から30年以上前になる、もう昭和の最後の頃です。私が17歳の時、父親が末期がんの宣告を受けました。余命3ヶ月、私が高校3年生の時です。1歳違いの姉と相談した結果、父には告知しないことにしました。ちなみに当時12歳の妹にも病状を黙っておこうと姉と私で決めました。そして困ったのが、先帝陛下昭和天皇がご病気になられたんです。後に深刻な病状だったということがわかるんですが、そして陛下の御容体といえば、それはもう天下の一大事でございやす。ございやすが、いちいちね、陛下が下血なされたとか、なんか体調がどうなった、ああなったっていうことがね、繰り返し報道される。そんでね、うちの父親も同じような病だったんで、これまたね、病状が重なっちゃう。なので、お見舞いに行った時には、極力ね、外部の情報を触れさせないように、日常のバカ話とかをね父親とするんですが、病人って暇なんですよ、入院してる病人って。なんでね、やっぱりテレビ見ると陛下のご容体を事細かくね報道して、それを父親は自分の病状と重ねて、俺も重い病気じゃねえかって、
やまあ重いんですけどね、余命3ヶ月でしたからけどね、大丈夫大丈夫、んなのない大丈夫、お父さんがそんな病気になるわけないじゃない、なんつってね、あの家族というのはそういう形で勝手かもしれませんが、良い情報は良い情報でね喜んで、そして悪い情報というのは極力耳に入れたくない、少なくとも私たちはそう考えました。失礼ながら昭和天皇のご病状をいちいち発表すんなよと思っておりました。その経験を踏まえた時に、お母様が白血病で闘病されているされていたのかな、いずれにしろこの寺田学議員がこのことを執拗に掘り下げ、大臣を糾弾することでニュースを作り出している、その態度に私は一切の理解ができません。もちろん病気の受け止め方、それへの対処というのはそれぞれのご家族で異なる、それは理解しておりますが、私は寺田議員のこの態度、本当に池江選手のこと、また白血病に戦っている患者さん、またそのご家族のことを思っての発言ではないのではないかなと、その人間性を私は正直疑っております。そして本件を報じるマスコミ報道も、桜田大臣がっかりとね、まるでこの病気にかかっている方々に追い打ちをかける、うれうれうれくんねくて言ってるよとね、追い打ちをかけるように私には見えてしまいます。身内の病気すら武器とするかの野党議員、そしてそれを正義であるかのように報じるマスコミ、すでに30年の月日が流れましたが、私のマスコミへの不信というのはあの時から始まっていたのかなと、執拗に昭和天皇陛下のご病状をこと細かく報じていたマスコミからそう見つけていたのかなと思い出す今日この頃でございます。ご視聴いただきありがとうございます。チャンネル登録の方もよろしくお願いします。それではまたの機会も付き合いいただければ幸いです。最後にワンコのコーナーでお別れです。バイバイ。安倍晋三完全勝利席というものが7人モルゲットだと、赤が勝ち、ヤクザが撃って赤がいる、羽生君すごい、宇野君すごい、日本別にすごくない、あの病気だってあなたに会えたから。